オーバチュアの出てますな。いらっしゃい、ナンバーワン。タイガーチャオさん、こんばんは。いらっしゃい。はい、中橋さん、いらっしゃい。かっこうさん、いらっしゃい。中川さん、いらっしゃい。いつも皆さん来ていただいてありがとうございます。してるのはカタロニア民謡ですね。ミャンボーズズと読みます。こんばんは、いらっしゃい。ミャンボーズズさん、なんか意味があるのかな、ミャンボーズっていうのは。東京の方と話してました。そうですか。あ、岡田国夫さん、いらっしゃい。今弾いてるのは本当に通好みの曲なので申し訳ないです。はい、コズイプレイスさん、いらっしゃい。さんなおさん、いらっしゃい。今日はね、8時、ちょっとあらかじめ言っときますね。8時ぐらいまでその枠の中、その時間枠の中ぐらいで、終えようと思ってますけど、thank you.
ショータイム、ショータイム OK。 多分皆さんこの曲は知らないでしょうね。こんばんは、青森りんこさんいらっしゃい。この曲知ってる人いる？ウイスキー飲みながら贅沢ですね。乾杯ですね。はい、中村さんいらっしゃい。中村さん明日12時半ね。12時半、暑いです。さっきまでこれちょっと脱いでましたけど、ちょっと地盤では良くないので行きましたけどね。暑いです本当に。今弾いたのはね、エルメストレっていう曲ですね。これカタルニアフォークソングで、カタルニア民謡で、リョベットの皆さんがよくご存知なのは、アメリア姫の誓いってやつですよね。知らないでしょ。カタルニアのリョベットの編曲した曲っていうのがね、全部で10曲あるんです。でその10曲のうちの皆さんがご存知なのはアメリア姫の誓い、それからあと盗賊の歌っていうのをご存知ですよね。あとね、もう綺麗な曲ばっかりなんです。いずれちょっとねアップロードして、皆さんに聴いていただきたいなと思ってますけどね。このメストレもかなり難しいです。知らないでしょ。やっぱりねこの辺りがやっぱりセコビアの レパートリーなんですけど、やっぱり僕はやっぱりね、僕も皆さんと同じようにスランプがあります。でスランプがあった時にやっぱりねセコビアのレパートリー弾くんですね。はい、今夜もよろしくお願いします。太田さん、スランプに当たった時にセコビアのレパートリー弾くんです。そうするとねホッとするんです僕感動ものです。はい、だからやっぱりね僕にとってはね、セコビアっていうのは僕の灯台役だし、指針なんですね。だからね、皆さんもおそらくスランプがあると思いますけど、スランプになった時に原点に戻ったり、自分の理想とする先生なり演奏なりをやっぱり聞いたりですね、聞いたりあるいは演奏したりして、やっぱり自分の原点に戻るべきなんですね。で、そういうものがない人っていうのは不幸だと思います。すごい不面でしょ、うん、そういうのがない人っていうのは不幸って言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、そういう指針を持ってない人とか灯台役を持ってない人ですよね。そういう人がない人っていうのは路頭に迷いますから。今聞けないですか、セコビアのレコードは何枚か持ってます。レコードは最高ですよ。レコードね、ちょっと余談になるからあんまりちょっとね話すると今日の本題に入れないのであれなんですけど、レコードってアナログでしょ。でやっぱりデジタルよりはアナログですね。でレコード聞くとホッとするんですよ。それはなぜかというとアナログだからなんですね。今皆さんが私の声聞いてますよね。声を聞いて、これは本当の声じゃないんですよ、私の声でないって言ったらおかしいけど、一回そのデジタルに変換して、でそこから私の声に一番近いものを取ってきて組み合わせて、皆さんは私の声を聞いてるんですよ。これはご存知ですか皆さん。例えば皆さんがスマホとかね、電話もそうです、話をしてるでしょ。あれなんかもう本当の自分の声ではないんですよ。先生ぜひお聞かせください。ありがとうございます。はい、今日の本題に入りましょう。残りあと30分の中で本題に入ります。よろしいでしょうか皆さん。いつもスランプとは愛のロマンスとかフラメンコのソラレス弾きます。演歌、叙情歌も弾きます。人間はそうです。まあとにかくね、自分の好きな曲っていうのは皆さんそれぞれ違うから、皆さんそれぞれ違うんです。自分がこれが好きだと思っても他の人は違うかもしれませんから。はい、どうもどういたしまして。それでね、今日はね、これはちょっと閉じておきますね。もうこれはいらないのでこの楽譜は閉じておきます。そうです、アナログです、コンピューターではありません。まあこれ いずれね、僕はもうこの持論というか、アナログとデジタルの僕なりのその哲学観というかものの考え方を皆さんに伝えたいと思いますけど、今日は
皆さんにお伝えしたい今日の講義内容を言いますね。今日はね、表紙館です。表紙館、表紙です。で、以前に私説明しましたよね、時間を司る要素というのはもちろん皆さんはよく言われるリズム感なんですけど、リズム感だけではないです。リズム感はもうちょっと細かく分けると、私が言いましたね、リズム感とそれからテンポ感と表紙感なんです。リズム感とテンポ感と表紙感というふうに3つの項目に私は分けて考えたいと思ってるんです。で、皆さんはこれを全部ひっくるめてリズム感、リズム感というふうに言っておられるんですけど、それを3つに分けたいと思ってます。その方が分かりやすい、理解しやすいということですね。で、リズム感とはどういうことかというと、例えば四分音符に対して八分音符、あるいは普天四分音符に対して八分音符がどのぐらいの長さの関係であるかということを理解できているかどうかなんですね。二分音符は、四分音符が2個とか、二分音符は八分音符が4個とか、そういうことが分かっているかどうかっていうのがリズム感なんです。じゃあ、まあ分かっているというか取れるかということがね、これがリズム感なんですね。それに対して、あともう一つテンポ感ですね。で、テンポ感っていうのは速度のことですけど、まず一定の速さで弾けれるかどうか、それからアチェルランドとかアクセルかけたりですね、あるいはリタルランドして少しゆっくりめにしたり、これもテンポ感です。その人がそのどのぐらいに速さをコントロールできるかということがテンポ感なんですね。私は日々ロックですが、ギター修行にもう音楽に垣根はないと感じて生きております。垣根はないんですけどね、僕はないと思ってますけど、ただでもやっぱりあるんですね。これはまた後々説明します。これがまあ音楽の不思議なところなんですね。ポノスさんいらっしゃい。垣根はないです、ないと思いたいです。これが私の本音ですけどね。ただ垣根がないと言っても垣根はあるんですね。それはどういうことかというと、お互いに感じるものが違うということなんですね。で、これはちょっと話ちょっとそれましたので、ちょっと置いておきますよ。それでもう一つ、時間を司る要素として今日の、話ですけれど、表紙感です。表紙感、皆さん分かりますよね。表紙感もう、音楽をギターをやって学んでますから、表紙っていうのは分かってるはずなんですけども、どうぞ学んでください。学ぶというのは真似をするということですね。真似美なんですね。だからまずは真似たらいいということですけどね、よく言われますけど、はい。それで表紙感です。表紙感、今日は表紙感のことについて話します。はい。それでね、英語ではビートですね。ビート感、ビート感です。表紙のことビートです。で、この表紙感についてね、まあ僕はちょっとここのギター教室で教えてて、非常に足りないと思った部分なんです。リズム感はもちろんです。だけど表紙感が足りない人が多いなというふうなのが僕の実感なんですよ。で、どういうことかというと、例えば、アルハンブラがありますよね。アルハンブラ宮殿、あるいはまあ禁じられたらそれでもいいですけど、アルハンブラ宮殿をまあ習いに来られる方があるんですけれど、まあ長い間ね、アルハンブラ宮殿を独学でやってた方がまあ習いに来られることってあるんですよ。で、その時ですね、私、まあ、かなりその方はですね、そのトレモロができない技術的な問題についてすごく悩んでらっしゃるんですよ。すごく悩んでる。で、左手とか左手がどうかとか右手がどうかとか、そういうことは随分研究されてるんです。だけどこの曲が何分の何拍子ですか知ってますかという私質問した時に、何分の何拍子かっていうのが知らないんですよ。皆さんどうですか、アルハンブラ宮殿は何分の何拍子か分かります？これってね、僕にとっては非常にカルチャーショックなんです。非常にカルチャーショックなんですよ。だからだって、その技術的なことは皆さんすごく関心があって、
指をどう動かしたらいいかとか、スピードを上げることはどうしたらいいでしょうかということは、随分悩んでらっしゃるんだけど、実はこの曲が何分の何拍子かというのを知らないで練習してるということは、僕にとってはですね、私にとっては非常にカルチャーショックですね。皆さんどうですかね、アルハンブラ練習されてる方ありますかね。まあ今日この題名は超初心者のためのギター講座なので、少しねちょっとまた逸れてしまいますけど申し訳ないんですけど、はい、タイさんこんばんは。はい、皆さん答え言ってください。アルハンブラ宮殿の思い出は何分の何拍子でしょうか。これね、何分の何拍子っていうのを書くのはね、文字で書くのはちょっと難しいんですね、あれね。だから横棒でいいと思いますけど。よろしいですね。まあちょっとコメントが止まってるので、もう今日は先に進みましょうかね。はい、そうです、正解ですね。4分の3拍子、4分の3拍子です。これは一事例ですよ、一事例ということです。練習してますが8分の6ではないです、4分の3拍子です。で、構いません、あのアルハンブラというのは非常に難しい曲なのでね、今日の題名超初心者のためのギター講座というのにはちょっと向いてませんので、4分の3拍子です。そうです、はい、床枝さんいらっしゃい、千の子さん4分の4は間違いですよ。はい、それ大問題なんです、僕にとっては大問題です、先生側としては。はい、もうそれはちょっと置いときます。これはちょっと一事例でしたから。それで、今日の教材を皆さんに手拍子したら分かりましたか。そうですか。はい、今日の教材を皆さんに提示します。よろしいでしょうか。これはあの URL を貼り付けておりますので、どうぞダウンロードして、見てください。よろしいでしょうか。で、まあ、簡単な事例ということで今日ね、キラキラ星、一番簡単な曲ということで、はい、キラキラ星です。よろしいですかね。キラキラ星を使った表紙感の練習と理解ということで、で、まあ、表紙感というのはね、どういうことかというと、曲全体を支配する、時間のパルス、周期です。まあ、説明すると、言葉で言うとそういうことですね。表紙感というのは全体を支配しているものだということですね。だからリズム感のような、なんていうんですかね、細かい部分の音と音との関係性ではなくて、その曲を支配している全体のパルスのことですね。で、これ楽譜にしました。それでタブ譜も上げておりますので、タブ譜で見てもらってもいいです。簡単です。はい、キラキラ星、これは、4分の2拍子です。4分の2拍子、一番分かりやすいので、簡単ですよね。まあ超初心者でギターを始めて、3日目か4日目の人にとってはとても難しいです。ここでね、ちょっとここのところまあ弾けますけど、ちょっとこう先にちょっと運指の方をちょっと理解しておいてください。ここドドソソララソね、ここ2種類、私ここの運指のと運指ですね、2種類ちょっとここ見せました。どちらでもいいです、ここのところですね。
ここの祖母を置いといて小指を伸ばしてラに持って行ってもいいし、もしくはポジション移動してもいいです。ちょっと見せましょうか。ちょっとお見せしましょう。あちゃ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 、これですね。例えばそうですね、ここで移動して、でまたここで移動して、これでもいいですし、これ指の拡張の練習になるので、これで大丈夫ですね。これか、これが届かない人はこれは今日の本題とはちょっとあの外れるんですけど、あのポジション移動ですね。ポジション移動をした時にはですね、こういうふうにね、連続を使用しないことです。基本的にはポジション移動っていうのは連続で使用することは危ないですから、これ危ないです。ですからこうしてこうすればいいですね。もしくはこれでも今日のちょっと本題と外れますよ。いいですか。それでもう一回楽譜見せます。これじゃなかった、こっちこっちこっち、ですね、1番と2番をちょっと見てください。1番と2番を見てください。ミは開放でいいですよ。ミは開放でいいです。1番と2番を見比べてください。この違い分かりますか。4分の2拍子で書かれた、キラキラ星と4分の4拍子で書かれたキラキラ星、皆さんよろしいですか。どちらでもいいと思われるでしょうか。もう音楽をある程度やってらっしゃる方は分かると思うんですけど、はい、これがね、4分の2拍子か4分の4拍子かっていうのは大問題なんです。はい、4分の2拍子の場合は強弱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 で構わないんですけど、4分の4拍子の場合は強弱中強弱と習いましたよね。強く弱く、少し強く弱くというふうに学んだと思うんですよね。運指は見せてますよ、今。見えませんか？運指、あの、今楽譜提示してますので、これ見えると思うんです。はい、それでね、1番は、それに対して2番は、はい、ももこちゃんいらっしゃい。こういう拍子の違い、1番と2番は、この4分の2拍子と4分の4拍子のことが理解できてない人は同じように弾いてしまう。でも4分の4拍子は4分の2拍子が4分の2拍子になったものが2つ重なったというふうに、そういうふうに理解してください。だから強弱中強弱なんですね。これがあの2ビートと4ビートの違いです。クラシックですよ。あくまでちょっとあの言っときますけど、ポップスの4ビートとは違います。クラシックの中のクラシカルなリズムの中の2ビートと4ビートの違い、よろしいでしょうかね、ここまで。続いてですね、このあとですね、2分の2拍子、さて
2分の2拍子と先ほどの4分の2拍子の違い、よろしいでしょうか。この場合はですね、2分音符を1拍1パルスと取りますので、4分の4拍子よりも曲がゆったりと流れるということです。で、ここで皆さんちょっと誤解しないのはですね、誤解してほしくないのはですね、2分音符とか4分音符とかあるいは8分音符とか、その音の長さではないんです。音の長さではないんです。例えば2分の2拍子でも結構速いのもあるんです。逆に4分の4拍子でも4分の2拍子でも遅いのもあります。ですから、曲の速さとは違うということ、まずちょっとこれ理解しておいてください。それで2分の2拍子の場合はやや、なんて言うんですかね、4分の4拍子と比べると重たくなるんです。この2分の2拍子っていうのは、特にバロック音楽ですね、バロック以前の、ルネサンス音楽なんかもそうですけど、そういう古い音楽には非常に多いリズムなんです。2分の2拍子っていうのは、これちょっと理解してください。で、次いきますね。で、いよいよですね、ここで、3拍子のことについて、以前はちょっと全て、表拍と、そうです、重たくなります。それで、3拍子のことについて説明します。で、これは私のね、ちょっと私の、3拍子のものの考え方なんですけど、ちょっとこれ一回、閉じましょう。基本的にリズムというのは表拍と裏拍っていうのを説明しましたよね。で、さらにその裏拍から表拍というのも皆さんに前回、前々回ぐらいにそういうことを説明したと思うんですけれど、基本的には私はね、これは私の見解です、私の独自の考え方ですけど、基本的には全ては2拍子です。全ては2拍子で、じゃあ3拍子は何かというと、私の解釈では歪んだ状態。どういうことかというと、1、2、1、2だったものが1が長くなったんです。1、2、1、2、1、2で、1拍目を長く取り始めたので、で、1拍目を1と2という取って3を入れたんです。1、2、3、1、2、3、1、2、3、これが私3拍子の私の解釈ですね。1拍目が長くなったというふうに。で、4分の3拍子、3拍子の場合は3拍目が裏拍というふうに感じたらいいと思います。3拍目を裏と感じて、1と2を表拍と感じて、3拍目を裏というふうに感じるような拍子感になればいいと思いますね。これが私の解釈です。4分の3拍子の。それで、無理やりですね、キラキラ星を4分の3にしました。ちょっとこれまた見せましょう。三宅さんいらっしゃい。
校でそんな感じがしましたか。それでね、今の解釈でいくと、今の解釈でいくと、だから一番最初に、一番最初の曲ですよ。一番最初に練習したのが、ドドソソララソファファミミレレドソソファファミミレ、こう取ったんですよ。ソソファファミミレドドソソララソ、高橋さんいらっしゃい、ファファミミレ、これ2拍子ですね。でそれに対してドドソソララソファファミミレレドソソファファミミレソソファファミミレドドソソララソファファミミレレド、これが3拍子、2拍子は1212、2拍子をね、まあ丸く書いてもいいです。これが2拍子と3拍子との違いですね。よろしいですかね。これが 3拍子の拍感なんです。で、3拍目が裏拍、3拍目が次の1拍目にかかる裏拍だと感じればいいです。だから良くないのは、小節を3等分しないことです。 1,2,3 1,2,3 1,2,3、 こういうふうにね、3等分しないことです。次に8分の6拍子を見せます。8分の6拍子、8分の6拍子も意外に日本人苦手なんですよ。8分の6拍子、8分の6拍子を3拍子が2つというふうに感じてる人がいるかもしれませんけど、そうではないです。これは、3つ3つの、3連符になった3つ3つの、2拍子として感じた方がいいです。8分の6拍子です。T やった、T 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 やったという。で、2拍子として感じた方がいいです。よろしいでしょうか。あ、おじさん、こんばんは。今日はね、8時過ぎぐらいまでです。もうちょっとしたら終わりにします。また見てください、どうぞ。それで、いよいよ最後ですね。これで今日はこれで最後ですけど、4分の5拍子、まあ、これは、まあ、ちょっと付け足し的なところで4分の5拍子、皆さん4分の5拍子の曲を弾いたことありますか。ないかな。4分の5拍子弾いたことっていうか、4分の5拍子があるというのはご存知ですか。4分の5拍子の理屈は分かりますね。コメントは止まってますので、ちょっとね、まあ、ラグがあるので。高久保さん、はじめまして。はじめましては、
まあさっきはずっとコメント入れてもらってますよね。はじめまして。挨拶僕はしてなかったかな。初めてですね、うん、よろしくお願いします。こういうのは4分の5拍子とかね、あるいはもっとあるんですよ、いっぱい。 4分の5拍子ってもあるし、4分の7拍子とかあります。8分の5拍子とか、間違えました、四分音符が5つ、そうですね、そういうことです。たくさんあります。私が弾いて初めてですから、中村さん、私が弾いてる竹光徹のね曲なんかは、4分の、8分の 2.5 拍子なんですよ。8分の 2.5 拍子、まあいいですよ、それはちょっと難しい話になったので。それでね、4分の5拍子は結構あります。で、皆さんが知ってる曲があります。4分の 5拍子っていうのは結構たくさんあるんですよ。一番有名な曲、僕は2曲ほど皆さん多分知ってるだろうなという曲がありますけど、4分の5拍子で知ってるの曲なんか皆さん答え分かります？有名な曲であるのは知っていても深くは知りませんでした、うん。皆さんね、知ってます。聞いたら分かります。誰か答えが分からないかな。4分の5拍子で皆さん誰でも知ってる曲あるんですよ。知りませんか、答えが出てこないから、知らないかな。ジュピターはどうだったろうか。ジュピターは違うと思うんだけど、常枝さん、マンドリンの楽が30分で、うん、したけど忘れました。一番有名なのはあれ、パイレーツカビ、そう、スパイ大作戦もそう、正解です。スパイ大作戦と、それからパイレーツカラビア、パイレーツカラビアかな。ヨークの部屋は、6分の4拍子、6分の4拍子、6分の4拍子あれだね。そう、だいたいサスペンス系、そうです。テイクファイブ、そうね。そうですね。そう、5拍子の曲は独特な感じがいいですよね。だから結局、この5拍子はね、複合拍子と考えたらいいです。5拍子は複合拍子。いいですか。で、まあ6番ちょっと弾きますね。で、この場合はですね、まあ、3つと2つを取ってもいいし、2つと3つ取っても構わないです。スパイダー作戦が一番分かりやすいかもしれないね。皆さん結構こういう話が乗ってくるね。チャイコフスキーにもありますね。
それからあれが4分の5じゃなかったかな、ボレロね、ボレロね、追っかけてますね。はい、まあいいです。まあちょっと脱線しましたので、要するに、こういう表紙があるということですね。よろしいでしょうか。今日のお話はですから、皆さんのその表紙感というのが非常に大事だということをお伝えしました。でこれはだからリズム感とはまた違うんですね。リズム感とはまた違う、うん、テンポ感とも違う、表紙感です。で我々その日本人が一番足りない部分かもしれないです。この表紙感っていうのは変拍子、フラメンコは完全に変拍子ですよ、補正さん。ただあのフラメンコの場合は変拍子でもあの西洋音楽とは全く違う、出どころが違うんです。出どころが違うので、あの実際は楽譜に書けないんです。フラメンコは、フラメンコの変拍子っていうのは本当は楽譜に書いちゃおかしくなるんですね。でこれはね、同じことがあって、ちょっとまあちょっと話がちょっと飛びますけど、ボサノバがあるでしょ。ボサノバの皆さん楽譜見たことあります？本当のボサノバの、本当のボサノバの楽譜です。これってね、裏と表が反対なんですね。まあ、ああ書かざるを得ないんですけど、ボサノバの場合ですね。だからまあ、あの民族音楽のリズムっていうのはなかなか楽譜には書き込むことができないっていうことです。ものすごくためになりました。これから必ず表紙を見るようにします。はい、ありがとうございました。今日は少しね、表紙の話について、しました。まあ超初心者のためのギター講座という題名にしてはちょっと難しい話を毎回してるので申し訳ないですけど、ただね、おじさんがあのコメントに書いていただいたの、目から鱗っていう話ですよね。目から鱗という、私たちは常にそのものの見方っていうのはやっぱり一つの視点だけしか物事を見れませんので、だからやっぱりあの複眼的にですね、複眼的に物事を見るように、常にその、なんていうかな、うまくならないという原因がですね、やっぱり別の角度から覗いてみるということはとても大事だと思います。本当にすごい学びの機会となりました。ありがとう。いえ、とんでもないです。とても勉強になりました。ありがとうございました。はい、ぼつぼつ私、夕飯食べますので、遅いでしょ。軽歌詞の練習でもあまり表紙を意識して弾いていませんでした。見直します。ぜひ、ぜひ、ちょっと下ろしましょうね。ちょっと待ってください。はい、皆さんありがとうございました。長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。約1時間弱の、うん、レクチャーでしたんですけど、ありがとうございました。皆さん終わりにしますね。はい、ありがとうございました。失礼します。どうも。